光月家家臣雷蔵、横から見ればジャンバール、後ろから見ればゲダツの雷蔵。赤座役人男の実力はいかに。彼の魅力は円遁状態、スキル2で自身に付与できる状態上でターゲットされなくなる、かつミニマップ上に映らなくなります。ターゲット向こうが強いことはシャンクスで十分分かっておりますし、ミニマップ上に映らないのも普通に厄介。通常攻撃の火力リーチ、そして回避のクールタイム短縮を生かして敵を狩ることができます。なるほど、忍者のように消え敵にバレないところで旗をダッシュしまくる。ついでにタゲ向こうだから妨害しづらい。工場とは思えないほどの優秀ゲッタ、えアタッカー？そう、この雷蔵、性能、容姿ともにゲッター寄りなのにもかかわらず役職はアタッカー。ゲッターだったらかなり面白い感じになっていましたが、アタッカーなので正直きつい。状態上耐性なく防御面も不十分。吹っ飛ばしもないということで、最近の工場キャラの中でも要努力キャラになっちゃいますね。ニンニンこやつ忍者チョッパーのポジション狙ってるな。チョッパー大丈夫？帝京平成大学を知ってた。おー、帝京魂。全然平成ちゃうやん。